トルトリはイタリア共和国のサルデーニャ島東部に位置する都市で、その周辺地域を含む人口約1万1人の基礎自治体。地域に含まれるアルバタクスはサルデーニャ島岸の主要な港湾である。標準イタリア語以外の言語では以下の名称を持つ。サルデーニャ島の東海岸に位置する。最大の集落は港町であるアルバタクスである。隣接コー隣接するコーは、 以下の通り、古代以来この町は、カルタゴ人、ローマ人、バンダル族、及び、スペイン人によって支配されてきた。10世紀から11世紀にかけて、オリアストラのジュディカーティの統治下にあった。1807年、トルトリは27の村を束ねる県の主婦となった。しかし、1821年には、県庁がラヌゼ全員に移され、県都としての地位を失った。 1859年には、カリアリ県に編入された。1926年、ヌオロ県に編入された。1943年、アルバタクスは爆撃を受け、13人の死者が出た。2005年、ヌオロ県東南部が分離して、オリアストラ県が設置されると、ラヌゼイと共に県都となった。2016年、サルデーニャ州で進められていた。 研究行政区画等配合でヌーオロ県に編入された。オリアストラ市教区に属し、1927年まではここに市教座が置かれていた。アルバタックス港がある。トルトリ空港があり、イタリア本土及びヨーロッパと結ばれていた。老朽化した施設に対して EU が出資して改修工事が行われており、2012年には定期便がなくなった。 ありがとうございます。